遠藤おなすチャンネル参拝。はい、どうも遠藤です。今回はですね、この間購入したね、このピッタマスク、これがね、やっぱりすごい巷で人気なんですね。でなんでこれ、このピッタマスクが人気なのかっていうのを説明、そしてこのねピッタマスクってね、洗えるんですけど、まあ、ちょっと洗うとどうなるかっていうのを実験していきたいと思います。でまずこのピッタマスク、このピッタマスクなんですけど、まあもともと花粉対策で作られたマスクらしいです。でこれ裏に書いてあるんですけど、花粉をね 99% カットできるっていうところで、まあもともと人気があったマスクで、今までそのマスクって、まあ僕の年代とかから言うと、もう絶対に白でこうなんかベッてなるあのマスクのイメージだったんですけど、やっぱりそれをね、この覆したスタイリッシュさ、このカラーリングがグレーとかで、これねポリウレタンでできてるですって。なのですごい触り心地が柔らかくてとてもいいです。でつけ心地、これがこのね耳の部分、こうやってやった時にここがね本当にすげえ柔らかいんで、全然痛くならない。めちゃくちゃ楽。耳がね、痛くなることはこれまずないですね。まあそして、なんか、このマスクをつけたら、なんかかっこいい。なんか悠々白書のトグロチームのカラスみたいなね、感じになれるっていうね。まあこのスタイリッシュさも人気の一つだと思うんですけど、これね、つけてて、僕が一番、これすごいなって思ったのが、めちゃくちゃね、息がしやすいんですよ。全然苦しくない。だからこれつけて走ってる方が、普通のジェッっていうマスクをつけて、走るよりも、いいかもしれない。これね、これは本当通気性が抜群。これで本当に 99%、花粉がカットできてるんだったら、花粉症の人には持ってこいなのかなと、思いました。これね本当に耳も痛くならないし、本当にねいいと思います。だからもうまとめると、花粉が 99% カットできる一つで、二つ目が、ポリウレタン素材なので、柔らかくて耳が痛くならない。で三つ目が、通気性が抜群、苦しくならない。で、四つ目が、なんだっけ、ちょっと今、酸素吸ったり吐いたりして、頭クラクラしたわ。なんだっけ。あ、そう、色がね、この、スタイリッシュなんで、こう、ちょっと、かっこいい感じになれる。この四つかな。あ、で、あと、五個目が、洗って使えるので、非常に経済的、すごいな、もう、外羽が尋常じゃないです。経済的っていうのが、このピッタマスクの人気の5選と私は分析しております。ただね、もう僕これ、ちょっとね、4回ぐらいつけてるんですけど、なかなかね、臭い。臭いので、ちょっと洗ったら匂いがどれぐらい取れるかっていうのを、この後試してみたいと思います。ここにね、経済的って書いてある。売りにね、経済的って書いてあって、3回洗っても花粉が 99% 保てるって書いてあるんですよ。なので、ちょっと洗ってみようと思います。で、洗い方は、これは多分、手洗いのみですね。手洗いのみなんで、一回手洗いで、洗ってみたいと思います。おじさん臭い。はい。では、ちょっと、こんな感じで洗ってみたいと思います。こんな感じでいいのかな？水の勢いが強すぎるかな？こんな感じかな？で、表と裏を、特に石鹸とかもつけず、水洗いで。はい、こんな感じで。よいしょ。
ちが裏かな。よっよっ、あ、すごい、ポリウレタンだから水はけがすごい、もうほとんど水分が抜けている。よっ、はい、じゃあちょっとこれで乾かしてみたいと思います。はい、ということで、ピッタマスク乾きました。うん、なのでちょっとじゃあ、どれぐらいね匂いが落ちたかをちょっと見てみたいと思います。うん、さっきよりはマシかなっていう。でもやっぱり匂いは完全に落ちてはいないですね。なのでまあ洗って清潔にはなるかもしれないですけど、まあこういうねアルコールの除菌のやつかけたりとか、まあ匂い自体を取るならやっぱりちょっとそのマスク用のね匂いを取るマスク用の匂い取るなんか商品がね売ってるらしいんで、ちょっとそれをね今度は買いに行ってみたいなと思います。まあでもねピッタマスクこれ全然3回洗えるんで、なんか汚くなってきたなと思ったら洗うようにするのがいいかなと思います。ちなみにね3枚入りなんで、で合計で3回洗えるから、違うか、12回、合計でね使えるんで、まあ、それで500円だったら結構コスパもいいかなと思ってますので、皆さんねぜひ見つけたら買ってみたらいいかなと思ってます。はい、以上遠藤おなすチャンネルでした。バイバイ。遠藤おなすチャンネル3杯。